心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。相方のバスケットボールキング村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。はい、ラストですよ。ということ、そうなんですよ。12月28日165回ということで年内ラストという。やりましたね、今年もね、はい、今年もやりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。始まる時から終わるようにスタートするっていう。いや、よく頑張りましたね。よく頑張りましたね。お忙しい中、まあね、本当にお付き合いいただいてありがとうございます。いや、こちらこそ本当にね、いつもぐたぐたトークにありがとうございます。いや、もうでもなんか本当早いですね。2023年。あ、早い。もう早かったですよね。うん、なんかちょっと振り返ってみようと思って見たらもうすっごい前の話みたいな感じじゃないですか。いや、いろいろありましたね。まあちょっとね、そのあたりを本編でも振り返っていこうと思いながら、年々やっぱこのなんか年が過ぎる感じって早く感じるとかあるんですかね。それともやっぱりこう、いやいや、それ年を重ねるとね、やっぱり1年がどんどん早く感じるってやっぱ言いますよね。それは感覚値としてもやっぱありますよね。特になんかでもこういろんな動きがあったからですかね。まあ忙しかったみたいなこともあるのかもしれないですけど、なんかあっという間だったなっていうのと、なんかあと2000年を超えてもう23年も経ってるんだっていうのをなんか改めて感じだったりもそこしますよね。そこっすか。はい、そこに行くんであればもう、そんなかっていう。いや、でもそこまで行くんだったら言わせてもらいますけど、はいはい、やっぱりあれですね、我々子供の頃の昭和感のところ時と今のこのギャップって、はい、30年40年とかの世界じゃないですか、はい、こんな世の中で変わんすね。あ、でもまあそうですね、確かに。いや、何が一番変わるってことを感じるかというと、私なんかあの新潟の田舎の出身なんで、たまに帰るじゃないですか、はい、もうどんどんやっぱ加速っていくんですよ。あ、もう加速っていくので、会うと、あ、しんちゃんとかね、うん、しんじくんとかって声かけられるんですよ、はい、誰と思ったらなんとかおばちゃんみたいな、もうみんな年老いていくじゃないですか、はい、まあ俺も年老いてんだけどね、はいはいはい、まあ風景からあの皆さんも年老いてきてね、やっぱ時を感じますよね。まあそういう進化っていうことももちろんあるけど、そのノスタルジーみたいなこととか、うん、周りの世の中がどんどん進化してるっていう部分と、もうなんかいろんなものが変わっていくっていうのが、うん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 、あ、なんか寂しいですよね。なるほど、なるほど。うん、そういう意味で言うと、こう、原風景みたいなことはもっと大事にしなきゃいけないな、みたいなことも、まあ、ありますしね。なんか、こう、楽しんでいかなきゃいけない部分もあるのかもしれないですけどね。いや、だからそういうのを見るから、B リーグが地方創生とか、その地域活性化とか言うじゃないですか。はいはい、やっぱり私なんかさ、超田舎者なんで、その原風景が変わっていく様とかっていうのを感じるからこそ、その地方の大変なこととか、人口減少とか、やっぱ過疎化みたいなのって、やっぱ、すんごいビンビン感じるんですよね。あ、なるほど。だから、たまたまバスケットがあって、バスケットのやってるホームタウンだったり、アリーナがあるところって、ある種限定的にしかあのソリューションは提供できないですけど、はいはい、やっぱそこのなんか根底にはやっぱそこら辺がやっぱありますよね、うん、自分のなんかこう活力みたいなのがね、なるほどですね、うん、そんな活力を持ちながら今年一年走り続けてきました。なんか瞬く間に過ぎました。いや、はい、思った以上にちょっといい話からスタートですね。なんかもうちょっとこうぐだぐだいつもみたいになるかなと思いきやもうちょっと荒れると思った。なんかヒヤヒヤしながらと思ってたんですけど、全然 いつ崩れるか、いつ崩れるかと、うんうん、崩れずにオープニングをちゃんと、さすがですよねこの会話がすでにぐだぐだしてるからねはい、はい、ということでですね、はい、まあ最終年内ラストと、本編で、ね、いうことですので、うん、年納め今年のバスケ会はどうだった、うん、みたいなことを、うん、本編で振り返っていきたいというふうに思います。はい、それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、ということで本編は、12月28日年内ラストということで、今年のバスケ界はどうだったということを振り返っていきたいなと思いますが、うん、まあ、パッと見てもなんか、いや、もう随分前だなというような気分になるようなことが多いんですが、うん、まあ、やっぱりさっきもちょっとお話しましたけど、1月、有観客、まあ、声援を出してもいいよみたいなことの制限もなくなって、ドット ST B リーグオールスターゲーム2023 in 水戸が開催をされたということです。うん、けども、なんかやっぱりまだまだコロナ禍の影響というのを2023年1月では、まあ、結構こう感じる部分というのも、まあ、あって、ちょうどそれが
移っていくタイミングだったんだなと思いますけども、うんうん、その時のこととかなんか覚えてらっしゃいますか？もう改めてあれですよね、その水戸のオールスターからね、うん、声出し応援解禁でもマスク付きね、はい、みたいなところからまだね1年も経ってないんだなと思いますし、ちょうどそのコロナ禍から、うん、いわゆるアフターコロナに移管する、はい、なんか大きな年ですね、今年はね。そうですね。で、今ちょこっとこう、ラインナップ並べてみても、うん、そういう状況下で、うん、久々にリアルで開催したオールスターと。うんうんうん、で、やっぱ5月にね、キングスの優勝とかね。そうですね。やっぱこれも結構象徴的で、うん、その、夢のアリーナを作ろうって言ってて、うんうん、夢のアリーナが第1号でできた時に、うん、いや、これだけのアリーナがあって、これだけのお客さんがいて、これだけ熱量のあるファンがいて、うんうん、そもそもチームも強かった。だから、相当遠くないうちに優勝するだろうって私も言ってましたけど、うん、はいはい、もうすぐ優勝しちゃいましたね。うんうん、なんか、地方、うん、アリーナ、うん、ファンの熱量みたいな、なんか本当すごい、うん、この年にふさわしい、うん、チャンピオンだったなって感じがしますよね、やっぱりね。まあなんか そういう意味ですと、その優勝をした、まあチームが象徴するような、まあ姿というか、それをまあ求めていこうというところに近い形でのこう、B 革新というものが、この夏にも発表されたっていうのも、なんかこうやって並べてみるとすごくそうそう、なんかすごい象徴的ですよね。でもね、この7月のね、B 革新の発表はね、頑張ってね、これね。これね、はい、あの時も言ったかもしれないけど、おそらく私がチェアマンになって、いろんなこうメディア会見とか、いろんな発信事してるじゃないですか。うん、はい、多分ね、最もエネルギーかけました。そうで、もう最後の最後まで言葉尻とかさ、うん、B 革新だってこれ結構ギリで出てきたのよ。B、うん、その将来構想だったじゃない。はい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 。で、将来構想だったんですよ、ずっと。うんうん、でも将来構想って構想じゃねえし、もう現実に向かっていくんだから変えようよって言って、そうか、急に言い始めて、また構想じゃないですもんね。そう、あ、そうか、なんか言われるとすごい、あ、なるほどな、あの時はなんか遠い未来の話を語る、その言葉として将来構想って、まあ、ある意味設計図というか、そう、代替してたわけですよ、ね、はいはいはい、でももうここまで具体のことを発表するんだれば、もう構想とかふわっとしたものじゃダメだよね、変えるんだっていう、変えようっつって、うん、何がいいと始まったのね。でいっぱいあった中で、でも B 革新良かったよね。うん、なんか B 革新っていう、いや、あの発表がどうこうじゃなくて、うん、この B 革新って言葉は良かったなって、ね。今の将来構想との対比でお話しされた時に、うん、あ、うん、そういうことかっていうのを改めてなんかすごく、うん、これエピソード、本当ギリだったんですよ。なるほどね、でどうやって発表する、どうやって会見するっていうこともそうだし、うん、最後ドラフトやるんだとか、うん、あのサラリーキャップ入れるんだとか、うん、あのオンザコートはもうフリーでいくんだとか。うん、結構最後の最後でもう 2,3 年議論してきたことで、そこにたどり着かなかったのに、最後の1ヶ月ぐらいでもう全部売っちゃったっていう、売っちゃりね、もう土俵際で売っちゃったっていういうことをみんなでやろうっつって、でおーっつって決まって、あの発表に行ったんですよ。でもあの時はね、本当思い出しても結構本気でしたよね、で、あれが通らなかったら私やめようかなと思ったからでも。ああ、それはなんかね、お話もされてましたもんね。そのぐらい、うわーって言ってたんで、なんで、あの、その後の会見も、みんな一生懸命やってくれて、こう、いい感じで選手たちも来てもらってね、発表させてもらいましたけども、まあ、これはね、私にとっては今年やっぱ大きいですね、この発表、この決め、そういった決意と思いを持って、この発表した B 革新。で、まあ、もちろんこれからもね、これを進めていくってことはもちろん大変ですけど、その最初というか、それが繋がっていく部分で言うと、このワールドカップっていうのが、まあ8月、9月っていう。ここで来るわけじゃない。そうなんですよね。ぐわーって行くぞって言って、代表が結果出してくれて、あの盛り上がりを作ってくれて、今なおね、最高視聴率塗り替えられてないわけだからね。なんか、あ、こういう風に B 革新が進んでいって、でまあ、代表も強くなって、まあ、多くの方がバスケットボールを見ていただけるようになった時にはこういう世界が日常になるんだみたいなことが、なんとなくあのワールドカップ の, あの沖縄のアリーナの姿っていうのにすごく現れてる感じがあったんですよね。だからなんとなく、あ、できるのかもしれないなっていうのがなんとなくちょうどこうリンクしてすごく感じる部分っていうのはこのワールドカップでやっぱ感じ、まあ、こうなんていうんですかね、実際に見えたっていうか、将来の絵がなんか見えた感じがすごくしましたよね。やっぱり将来、こう、
日本のバスケが強くなっていくための改革でもあるわけですよ、B 革新というのは。で、それを確固たるものにするためにも、きちっとしたシステムをということで移管していくわけですけど、まあでもその前に代表結果出してくれて、B 革新で変えるぞっていうのと、代表も強くなってきたぞっていうのをこう一緒に両輪で、まあ、本当は片輪だったわけですよ。でも両輪でこう、回せていけるっていうのは本当にすごいことだなと思いますし、そのおかげでね、10月からの開幕から B リーグは各会場ね、お客さんがたくさん入って盛り上がってきて、で B 革新のその B プレミアに到達するクラブももう18どころかそれ以上超えちゃうんじゃないかみたいなところまで来て、今に至るわけですよ。本当ですね。だから本当に瞬く間にいろんなことがね、1月のコロナのマスク声出して委員会から今の状況がまあ1年間の中であっという間にね凝縮されたってのはすごいよね。これなんかこのワールドカップでの代表の活躍みたいなこともその B リーグをこう牽引してくれてきた富樫選手とか比江島選手の活躍もあり、新たに加わってくれた河村選手の活躍もあり、NBA で活躍を続ける渡辺雄太選手の活躍もありみたいなことでこう、なんか誰かに主役が偏らずに、まあ、こうバスケ界全体としてこう日本代表を支えてるみたいなことっていうのがすごく体現されてたみたいなことも、まあ、非常になんか今のバスケットボール界を象徴してるような感じでしたし、なんか日替わりヒーローが出てくるみたいなところもすごいなんかこう、多くのスポーツファンに受け入れられるようなものっていうのが展開されたんじゃないかなというふうに思いますけども、そのあたりってなんかこうご覧になってて、現場でこう感じられた部分とか何かあったりしますか？そうですね。まあ何よりもこう顔の見える選手が増えてきたのは良かったですよね。そのプレイヤーとしてのスキルもそうですし、そのメディアさんにもね、扱っていただく回数もおかげさまで増えて、顔とね、名前というか一致するような選手が、以前田臥選手とかね、戸郷選手とか数少なかったですけど、まあ今言った河村選手を筆頭に比江島選手とかどんどん増えてきたんで、これはやっぱでかいですよね。まあ、点から面になっていくっていうのは、まあ、全然迫力が違うんでね、どっかに偏らなくてもいいって、まあ、これはそのメディア的にもこう露出的にもいいんですけど、何よりも各会場でそういう選手がいっぱいいることで、ホームアンドウェイで B リーグをやってるから、前だったら戸郷選手来たるみたいな、河村選手来たるでしたけど、今はもう比江島選手来たるにもなってるし、もうどんどん高ちゃん来たるになってるしね、そうするとホームアンドウェイでいろんなところでその自分たちの事情努力もそうですけど、アウェイのね、あの選手来るチームの選手によってこう経済効果があるというか、そんなのもできてきてるんで、まあ嬉しいですよね。そうですよね、まあ、ここまで一気に来るとは思わなかったですね。まあ、この流れがあって今あの島田さんもおっしゃってましたけど、こう新しいシーズンが開幕をして、そうするとなかなかやっぱりその活躍が見たい、代表選手の活躍見たいってことで、こうチケットがなかなかね取りにくくなったりみたいなこともあると、まあまた戻っちゃいますけど、 B 革新で言われてるこうもうちょっと大きなアリーナが必要なんじゃないかとか、そういうとこやっぱすごくこうつながってくる部分がやっぱあるんだなっていうのは改めて思いもしましたよね。だからなんかすごくこうみんなが争奪戦になるような状態っていうのはすごくなんかわずかこう8年でそこまでこうリーグが来たっていうことをなんかすごいこう感慨深く見せた部分もあるんですけども、だからまあこれからますますこう一回見るとね、あの楽しいって言ってくれる方ってたくさんいらっしゃるのかなと思いますので、ますますファンが増えていくんじゃないかなというふうには思いますけど、新シーズンちょっとご覧になっててっていう部分で改めてこうやっぱ変化っていうものは感じる部分はありますか？あ、そうですね、変化はもちろん感じるし、まあ、改めてただあれですよね、各クラブの皆さんの努力とかね、ファンの皆さんの協力とか、地元のスポンサーさんの支援とかね、なんとなくなってるわけじゃないんですよね。大事なことはね、世の中なんてなんとなく変わることなんて絶対なくて、必ず意思があって動いてるんですよね。だから今 B 革新とかで12億とか4000人とかっていうのも、目標があることによってそこに向かうっていう意思も含めてね、普通にこうなんとか頑張ろうと思ってる意思も含めて、みんなでこの業界を良くしていこうっていうエネルギーみたいなのが、やっぱりここで一つ花開いたというか、そういう感覚はすごくあるんですよね。なるほどですね。それぞれの意思が、そうそうそう、だからここまで本気でみんな頑張ってれば、いいことあるよねっていうぐらいの感じですよね。それは全クラブが必死になって何とかしようとしてるし、そこで選手たちも結果出そうとしてるし、まあ、リーグもリーグでね、そこをサポートしようとしてるし、そういう姿を見て地元のファンとかスポンサー、リーグのスポンサー、いろんな人たちがこう力貸してくれてるわけですね。なんかそのなんかエネルギーの総和がなんか2023を作ったなって気がしますよね。あ、なるほどね。
うん、それは今始まったことじゃなくて、はいはい、昔からあった BJ リーグとか NBL とかそういう時代から長年にわたってこの世界を支えてきていた人、うんうん、頑張ったけどその当時はまだマイナーで努力が報われなくて離脱した人、うんうんうん、もういっぱいいるわけですよ、はい、でもそういう努力も全部引っ提げて、うん、2023に一回花開いたんじゃないかなって気がしますよ、ね、なるほどね、だからこそこの2023年を謙虚に、はい、我がこと化することは必要ですけど自分たちの手柄ではなくて、うんうん、まあ、多くのエネルギーの元に成り立ってる成功の年であったっていうことで、うん、ちょっと油断したらそんなの瞬く間に崩れるんでね、うん、もう一回締め直して、うん、B 革新というのはまだ先に遠くにね、うん、大きな目標があるんで、うん、まだまだこう戦い続けないといけないんじゃないかなってやっぱ、うん、まあ、改めて思いました。はい、はい、そうですよね、うん、まあ、そういった意味でその多くの方に支えられてっていうことを、まあ、我々この番組でも感じたのは9月14日に行われた150回記念の公開収録ということで、うん、実際にその聞いていただいてる今のこの話のスケールから急に来ましたね。いやもうちょっと小さいんですけど我々的には最高でしたよね。面白かったですよね、うん、なんかおはがきをいただいてる方々の顔がそれこそ本当に見えたっていう、うん、リアルに見えたっていうのはなんかすごいなんか感慨深いものがありましたよね。この間 SNS で見たけど、はい、あそこでもらったホテルの宿泊券、はい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 、カリアの、はいはい、宿泊券使って、はいはい、使った報告 SNS ありました、ありました、ありましたね。名鉄インカリアの、うん、タツオルームですよね。そうタツオルーム、はい、ありましたありました。ああいうとこもちゃんとつながっててこう、うん、ね、あ行ったんですねとかどうでしたみたいなことも含めて、でも良かったですよね公開収録ね。やっぱ実際にこういろんなことを思ってらっしゃって、うん、まあ、B リーグについてのご意見ももちろんありましたけど、うん、プライベートのご相談みたいなこともね結構たくさんありましたし、うん、なんかラジオっぽいなと思いながら見てましたけどね、うんうん、なんかああいうのはやっぱ続けていくっていうことでやっぱファンの広がりというか、なんかいろんな方のご意見を聞いたりとかっていうこともすごくやっぱ大事な機会なんだなっていうのをね、うん、あの時は思いましたけどもね。ぜひ関西でやってほしいとか、うん、200回でやるのかやらないのかみたいなお問い合わせも来てますね、うん、もうすぐですよね。そうですね、ちょっと考えとかなきゃ。来年の4月ぐらい5月ぐらいこれだと、そうですね、もうちょうど50回ぐらいだと、そうですね、シーズン終わりぐらいになるんですかね。あ、今シーズンの終わりぐらい、あ、そうですね、ということでちょっと考えとかなきゃいけないかなとは。これだけ5回刻みぐらいでね3分ぐらい話す我々ですからね。はいはいはい、200はちょっと、うん、ほっとけないよね。ほっとけないですね。そうですね、ちょっともうなんかあれですよね、まあ、ファンの皆さんもそうですけど、うん、ちょっとクラブのスタッフ、はい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 、クラブのスタッフを集めるのはなかなかみんな忙しいから難しいかもしれないけど、ズームかもしれないけど、はい、クラブのスタッフの人たちのなんかリアリティのある声は聞きたいですよ ね、 すね、私は。っていうのは、はい、B 革新はそのいわゆるスポーツを、まあ、もっともっとね、うん、大きくして産業として大きくしていって、でここで働く人たちがもっとハッピーになっていっていこうっていうことを再三言ってるじゃないですか、はい、でそんなのが頑張ってくれてる全国のクラブのスタッフ、リーグのスタッフもいるわけで、うん、ね、その人たちに向けての改革でもあるんでね。あ、そうですよね、うん、で実際今どうすかとか、うん、どんな大変なことがありますかとか、あ、じゃあそれは頑張ろうっていう、うん、ね、ちょっとそういうのは昔こう回ってるとクラブの社員に対して食事したりとか、うんうんうん、その勉強会とかして、うん、もうちょっとリアリティのある言葉って私も常に聞いてたんだけど、はい、最近そういうのはあんまないんで、うん、そんな公開収録であってもいいですよね。確かにちょっと出張島田のマイクもじゃあ考えてみなきゃいけないのかなというふうに思う、うんうん、まあ、出張だと一つのクラブだけになっちゃうからそうか、いろんな方に来ていただく、できればいろんなクラブの人たちが欲しいんですよ、はい、そこも大事ですよね、うん、なるほど、うん、はい、ということで、島田のマイク150回記念の公開収録もありましたということで、うん、そして、まあ、新シーズンも入ってということで、うん、ここからまたねお忙しい日々がありましたけど、うん、特に印象的だった島田さんの2023のトピックスというのは何か他にございますか？トンネルズですかね。トンネルズ、うん、割と最近のお話ですけどね、もうこれもう念願のということでしたもんね、うん、いや嬉しかったね。いやもう2023年のいやもう嬉しかったんですけど、私もそれだけじゃもう物足りなくて、はい、なんか飲みにとか行きたいですもんね。あ、だってまあ一つきっかけができましたからね、ぜひ、うん、B リーグであり、まあ、バスケットボールのファンとしてね、うん、ぜひあのトンネルズさんにも関わっていただきたいなというふうには思いますけどね、うん、まだあと今いろんな人と会ってるじゃないですか、そのアーティストの人とかいろんな人たちと、うん、だからなんかそのファイナルとかね、うんうんうん、
なんかオールスターは無理だけど近いから、なんかいろんなところに皆さんに来てほしいんですよね。ああ、そうですね。来てなんかやってほしいっすよね。うんうん。まあそんなこともお願いできたらいいなとは思ってますけどね。うんうんうん、まあでも今そういうこう関係地作りみたいなこととか、いろんな方に会われたりってことは、きっとまた次のシーズンだったり、いろんなシチュエーションの時に生かされるっていうことになるといいですよね。間違いないですね。うんうん、はい、ということで、まあ、あっという間にこうね、2023年を振り返っていきましたけども、改めまして、まあ、さっきね、すごいこういろんな意思が集まってきて、すごくこう象徴的な2023年だったということですが、そういう時でしかね、奇跡は起きないんですよ、はい。まあ、奇跡っていうとなんかラッキーパンチという意味じゃなくて、そういうイメージではないんですけど、こういううわっていく時ってね、絶対そういうなんかエネルギーがね、強いんですよ。まあ、たまたまとか偶然とかなんとなくじゃなくってっていうことで、さっきお話しされたことですよね。そうそうそう、絶対前提はあるんですよね。うん、それをなんかすごく感じますよね、今年は。それを感じた2023年だったということですかね。はい、はい、ということで、今年のバスケ界はどうだったということを、振り返っていきました。島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということで本編では、年納めということで、今年のバスケ界はどうだったということを振り返りましたけども、まあ、今回、2023年ラストということになりますので、改めて、2023年を、ずっと聞いていただいた、リスナーの皆さんにですね、感謝の気持ちを一言いただければなというふうに思いますけど、ありがとうございました。本当に皆さんね、はいはい、もうリスナーの皆さんあってのねパーソナリティですから す、聞いてくれなかった日にはこれただの独り言ですからねもう本当に皆さんのおかげで喋り続けることができました、はい、完走することができました、はい、ありがとうございました、はい。まあ、でも来年はねちょっと、またなんか新しいコーナーを作るとか、ちょっと面白いこと考えたいなと思いますし、はい、おそらくこの28日だと、今年をみんな振り返ってね、うん、来年どんな年にしようかなとか、うん、こんな年だったなって多分今日の放送を聞きながら考えている人たちもたくさんいると思うんで、はい、なんですかね、私もちょこちょこいろんなことやってますけど、うん、先にちょっと自分の趣味ネタとか話してませんけど、正月頃から話してるようなことはほぼほぼやってんですよ。続けてるんですよ、はい、ちょっとどっかでまた喋りますけどね、経過報告、うん、トレーニングしていることとか、はいはい、もう今だいぶ10キロぐらい走ってますから、だいぶ今距離伸ばしてますから、3キロ伸びましたね、7キロでした、はいはい、来1月には20キロに向けて今準備してますんで、まあ、いろんなことちょっとまた健康法含めてね、はい、やりますから、皆様ぜひ来年のトライすることを早めに決めてね、はい、年越ししていただければなと思いますんで、はい、はい、島田のマイクはですね、2024年の1月4日木曜日から、年明けまたスタートということですね。ぜひこちらも、お聞き逃しなくということで、楽しみにしていただければと思います。はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せています。あなたからのお便りをお待ちしております。寂しいですねしんみりしましたね、はいはい、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と相方の村上でした。いよいよお年を。いよいよお年を。お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。